こんにちは。今週の万年筆はパイロットの国運っていうね、はい、なんかそんな絵がありましたよね。万年筆ご紹介したいと思います。ね、こんな感じですね。字幅は中、つまり M ですね。あれ、箱の開けるところから皆さんとねやりたいな。ここにパイロットって書いてありますね。ね、はい、あとはなんかもう全然こうプッ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 と、はい、お、なんかそういう意味ね。まさにっていう感じですね。はい、なんかあれですね、あの人工冬眠かなんかするようなカプセルみたいにも見えますね。まあなんとなくやっぱりね、若い人がねこうパッと使うのにはなんかこう抵抗感ないパッケージかもしれないですね。重厚なね、あの四角い箱でねバカッバカッて出てくるよりね。はい、コストは抑えてあるみたいですけれども、これ自体が、はい、ペンケースみたいにこう使えますね。まあ、あまりガシャガシャしちゃうんで、私なんか使えそうだな、これ今ふっと、あ、これはどうだと思ったのがあったんですけれども、なんかね、オフィスなんかでも、下、そこ平らになってます、こう置いてね、ダメじゃないか。なんかここにこうね、クリップを入れたりとか、今時はそんなこともあんまりしないか。はい、出てきました、万年筆ですね。はい、例によってね、綺麗なね、ビニール袋にね、包まれていますので、これをね、ハサミでね、ちょっと切っちゃいましょう。いいな、やっぱりボルドーって選んで。なんか最近色彩の好みがね、私変わってきたような気がしますね。年のせいですかね。だんだんね、好きな色のね、数がやっぱ、あ、この色はいいな。はい、ちょっと見ていただきましょう。これ、はい。この色はいい感じですね。ツートーンになってる。ここなんでツルツルなんだろう。最近ね、多分この手のそのまあ多分アルミ系だと思うんですけれどもね、はい、上品な仕上がりですよこれ。あ、クリップのところのこの刻印もね、私の他の趣味もそうですけど、あまり刻印にこだわる方ではないんですけれども、センスがいいですね。クリップのこの根元のところにちょこっとねパイロットって入ってるところが控えめでね、ここもね、パイロットジャパンね、かなり小さい文字でね入れられてて上品ですね。ちょっとこれ、え、ね、ネジ、あ、引っ張れましたね。あ、なんか昭和のなんかテイストがありますね。首軸のところが黒って言ってね。はい、こんな感じですね。ちょっとお見せしましょうか。邪魔か。こんな感じですね。ピント合ってますかね、取れてますか。はい、ね、ひねると 1,2,3,4、 あ、ここが取れるの。私はてっきりここが動くのかと思ったら、ここは動かないですね。なんかこんな感じですね。首軸普通のね、あの、あ、やっぱりね、全部樹脂と、まあ、特殊合金って書いてありますけど、まあ、非金ペンですよね。はい、一応確認したいんですけども、このパイロットのね、はい、お手入れ用のチューチューがね、ピシッたまり、あ、しっかりはまりますね。はい、キャップの内側はねこんな感じですね。はい、じゃあね、バラバラにしたついでに付属品カートリッジインキがついてきています。ブラック1本ね。はい、それからね、取扱説明書ですね。これはね、何度もね、あのご紹介してるんで、チラッとでいいかなって感じですね。こんな感じですかね。はい、シンプルでいいですね。万年筆の場合いいのは、まあ最初にね、一回読んでしまえば同じね構造のものは大概応用が効くっていうところですよね。まあ、ボールペン等々もそうなんでしょうけどね。ただ万年筆の場合はそのインクを、例えば吸入式の場合は吸入したりっていう、その手続きをね楽しむ、そういうところがありますんでね、その辺の兼ね合いですよね。本当に、利便性の高いね、ポン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 って使えるようなインクの交換もパチッとワンタッチって、うちなんかも実はそうなんですね。
あのキャップレスの場合は使えるコンバーターも限られるんで、もうねカートリッジインク使っちゃってますね、うちは常用しているキャップレスはね。で例えば他のねちょっとまあ趣味で日記用に使ってる万年筆とかそういうものは、はい、吸入式をね楽しんだりしています。ちょっとねまた例によって重さだけ測ってみましょうか。コクーン君どのぐらいだか、かなり軽めではありますけれども、あのそこそこねこの胴軸のあたりやっぱ 金属製ですからね、しっかりとした重みはあります。プラスチックのね胴軸とはやっぱり違いますよね。はい、タニタグイッと 30g 近くないかな、25ぐらいあるんじゃないかな。あ、いい読みしてましたね。25g、わー、ぴったりだーね、さすがですね。はい、何がさすがなんでしょうかどうでもいいことでしたね。はい、で今回ねボルドーですからね、やっぱり赤系のインクでと思ったんですけども、最近ちょっとあのローズクォーツとかね前回の赤系多かったんで、今日はねもうこの季節終わっちゃいますね。アジサイいきましょうね。パイロットの、色雫ですね。はい、もうね猛暑になっちゃいましたからね、体が慣れる前にねどん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 ねあの暑さが増していくというね。この動画を撮っているのが今7月の7日七夕の日の朝なんですけれどもね、もうすでにね汗だくだくです。で申し訳ないんですけど、もしかしたらね私の背中で回ってくれている扇風機のね、はい、羽の音が少しね聞こえちゃってるかもしれません。いつもは聞こえないような微風にするんですけど、もう追っつかないんでね、今結構ねここにボタボタ汗垂れたらもう気持ち悪いですからね。はい、ではね航空見てみましょう。色しず中字でしたよね今ね、これ M ですからね、それがどんな感じなんでしょうか。一応ねこのぐらいつけてみました。ちょっとピッとこのぐらいつけてみましたね。はい、パイロット万年筆。あー、そういうことね。ここのね段差がね独特です。なんか水筒みたいな感じですけど、これがねフラットなものよりもこれはこっちの方が書きやすいだな。私今指でこんな感じでねここにちょっと乗せて書いてます。パイロットコクーン、はい、中字ですね。色はボルドー、胴軸の色はボルドーと。ちょっと前の方を持ってみましょうか。この辺をね、同軸はボルド、ペン先の感じはは固め、はい、ペンポイントは滑ます、スルスルと滑らかに紙の上を舞います。はい、じゃあねちょっと筆圧でね字幅がどのぐらい変わるのかって、ちょっとここが頼りないんでなんかグッてやるとね傷つけちゃいそうなんでね、でもつかないかな。ちょっとこれ外してやりますね。筆圧はねこの上からどのぐらいね水が、あ、ちょっとつけすぎちゃったかも、ちょんちょんと。はい、まず筆圧をかけずにねシューッと引いた線を2本引きます。はい、その後グイッと押し付けてみます。はい、次はね筆圧をかけずにね、いげたいげた88888と、これに対して筆圧をかけます。グッ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 グ8888、どうでしょう、こんな感じですね。ほんのちょっとやっぱり差がね、確認いただけるかなというふうに思いますね。乾いてみると分かりますね、アジサイで良かった色が。なんかこの方がやっぱり分かりやすい。ちょっとね薄いピンクだとねなかなかくっきりしないんでね分かりづらかったかもしれないですよね。
とまずね、まあ、やっぱりちょっとねキャップつけて書かないといつもの筆記のスタイルにならないんで、まずこの首軸のこの急角度、割とねキュッと絞れてますよね、テーパーになってますよね。これのね ポジション次第で首軸の どこを持つかによってね、書き味がねものすごい変わりますね。はい、書き、ごめんなさい、書き心地ですね、心地変わります。今ですね、ここも、まあ、持ってますよね。いっそここ持っちゃいましょうか。ここ持つとどうでしょう。同軸側を持つと、こうか、同軸側を持つと必然的にペンが寝るのでこんな感じ。はい、でもう先端ですね、ここのところなんか几帳面なんか方がやりそうですね。首軸先端、あ、そうするとね正確な字が書けますね、きっちり書けます。と、理由はですね、ここを持った時に比べてここをしっかり持つとこの指の腹がねここの段差のところを挟み込むような形になるんで、全体的に接触面積が増えると、ペンとね私の指のね、ということがねやっぱりこのきっちりにつながってるのかなというふうに思います。なかなかやっぱいいペンですね。はい、じゃあ今日ねちょっと時間があるんでね、ちょっとチューチューの、はい、戦場のね、はい、第一工程だけお見せしましょうか。はい、そのためにちょっとね水持ってまいりました。で水ね、中身が見えやすいようにね、そうだ、この上に置いちまえばいいんだ。ちょっと待ってくださいね、この1枚をねペラッと剥がして、はい、ここにちょっと置いてみましょう。これこっちがいいな、あ、ごめんなさい、はい、こっちの方がいいです。こうしましょうね、こうすると中見えるでしょ、はい、でね、首軸を外してね、この後これ洗うんですけれども、そのちょっとねこう水をね、こうジャーって水道でね流してからね、このねスポイトを使ってね、こんな感じでここにブスッと刺しまして、チューッと、こんな感じです。これね 3,4 回繰り返すとねもう色ついてこないと思いますよ、出てくる水に。今みたいな使い方でしたらね、で割と長く使ってるやつは一晩ね、水につけた後でね、これなんかでね、私結構神経質なんで結構やりますね。はい、でそれが終わってからね、綺麗なお水の方にポトンと入れちゃうというような感じになりますでしょうか。はい、ということで、今週の万年筆は、残骸しかないですね、同軸しか、あ、これでここがつくんじゃないのかな、パイロットの、あ、首軸なしでこれこうなるんだ。はい、ということで今週の万年筆はパイロットのね黒雲中字、ボディボルドをご紹介させていただきました。ではまた。